書けてない,ちょっ書こういやマジさ洗濯したいんやけど洗濯をしたいのにもかかわらず布団から動けないので動けるまで動く気持ちになるまで配信しようと思いましてつけましたこんばんは。えー、とマスコミュールさん清高ピョンとさん初見さんこんばんは。か、え、わ、ー、さんこんばんは情報技術研さんこんばんはハートありがとう。 出てないね、出てない、ちょっと部屋の、のさっき書いたのにな、選択したい。けど、動けないので。動けるまで。配信。しますと。こんばんは、もう本当に動けない、動けない。遠くから。 やばいガチでやばいびっくりした私なんかさもうやばいマジ動けなさすぎてえー、っとすーさん福は実とへしそう今日はあれですもう化粧落としてしまったのでラジオ配信ですね長野さんこんばんはええー、母さん一生動かないでくださいあそれはヒアなの配信を一生見たいということかな <laughs> さとめ5分で動く気になって配信切るとかないえー、えー、どう思うどう思う ちゃん大好きはやちゃんだそうだよがりちゃんが大好きはやちゃんだよ猫3匹とジョンさん虫メガネありがとうえー、本当に本当に動けなさすぎて私帰ってきてるからずっと寝てた怖いほど寝てて起きて寝て起きて寝てもう繰り返しせて,てんけどもいっしてたんねだからまあショーーまだ頭が起きてなくてですねずっと寝てたの本当に でそろそろてか明日もねあのライブがあるので衣装を選択したいわけもう選択がしたいの何にもかかわらず布団から動けなくてでも動,動,動,動きたくなくて動けなくてなので一旦動けるようになるまでちょっと配信してみんなに「動けと」と言ってもらおうかなと思いましてですねちょっと配信つけた本当に動けない ほんとに動けないもうどうしようもないどうしようもないよ止められないよって気持ちですねあっきひなのこんばんはこんばんはえ大樹マンおはようおはよう起きたのかな見に来てくれてありがとうそうさん設立の問題でいやほんとにやばいマジで洗濯したいのに動けない困る <laughs> だって明日もライブがあるんですよ洗濯衣装 したいんです本当,に動けない <laughs> 本当に動けない本当に動けないどうしようなぜこんなに動けないのかわからないけど本当に動けない活動ができない困ってる寝落ちはないと思うさ寝落ちはしないように気をつけますでも本当にさっきまで寝てたのにも関わらずまだバリバリ眠いのやばないもう,もうどんだけ寝ても眠いびっくりです 中心さんお疲れ様ですお疲れ様見に来てくれてありがとう、えー、きよさんこんばんは可愛いおやすみなさいラジオで配信するひなのちゃんも可愛くてお好きですありがとうお好きですよねひなのたん <laughs> ひなのたんのことお好きですねえらいですいや本当にだからみんなひなのが動けるようにちょっと説得してください 動いたらこんないいことがあるよとかなんか動動「動きなさい」みたいなのも言ってください。本当に動けなくて <laughs> どうしようもないぐらい布団から動けないんですもん今部屋のまだずっと寝っ転がってこの配信をいつもねつあのする時は、まあ、ラジオでも一応ちゃんと座って、まあ、やったりとかがまあそんなねもうダラーンとはしてるんですけど。 もうもうこんなグデグデになってることはあまりないのですこんな今もう溶けてもうなんかもうドロ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 ですもうん,んかもうぼようっともうドイみたいな感じでもうすごいすごい動けてない <laughs> 本当に動けてない <laughs> 本,当に本当にダメだよでも一番偉いことは帰ってきてからもう一番にメイクを落としたこといやそれ本当に偉くないですか もうすごい眠くてそうあの今日はすごい朝が早かったのねあの、まあ、12時からライブで何時集合やったかなっ時9時9時,9時とかやって集合でしたんですよ集合やったんですねでそれで、まあ、あのまあ準備をしまして何ですかそう結構時間が余ったからそうあのまあ美とか天は寝てたんよ でも七平野良部屋のは一度あの寝ると動けなくなることがもう分かっていたので寝,な寝ずに我慢したのねずっと起きててそうなんかのルイとナナは起きてたからもうその3人で喋っててで、まあ、ライブが終わって、まあ、ライブが終わったらさライブ中はさそれアドレナリンとか眠くないやん。でライブが終わって今日テント2人で帰ってんけど帰ったらもうその帰り途中からめっちゃ 眠くてもう本当に眠いやばいやばいやばいと思ってでもお布団うち着いたら絶対に布団直行して寝るって思ってんけどでもピアノはこのまま寝たらもう顔が死ぬと,死ぬとか言ってたやばいと思ったからちゃんと化粧を落として寝たんですよそしたらもう,もう6時間ぐらいずっと寝てたんじゃないかなってくらいずっと寝てた何もかかわらずまだ眠いやばくないですか 動かなくていいのでワイが家りに家事しますね。かっこだめ。え,えいいんですか？お願いしていいですか？<laughs> 本,当<に> <laughs> 本当に普段ワイのおだひなのちゃんは家事はちゃんとちょで,できる方だと思ってるんですよ一応。できるしちゃんと動く方なんですけど、もう本当に今もう何も動けなくて怖いぐらい動けなくて布団からも出れないし体も起き上がられず。 体も起き上がらせらせれない起き上がれなくて、うん起き上がれまあ、とにかく起き上がれなくて本当にもう今もうやばい社会に適合できてないやばい本当にやばい結構結構結構やばいです本当に社会に適合できてないぐらい布団から出れないダメだ動かなきゃ <laughs> あっティガーこんばんは見に来てくれてありがとう サとめ、俺もコンタクト取ってシャワー、ビびナイトなのに動けない。いや、マジで動けやんくないやばいよな。本当に動けやん。本当に。どうしたらいいんでしょう、これは。もう動けないよ。ゆうと、ひなの、ひなのんだよ。見に来てくれてありがとう。お母さん、洗濯機午前中に回したのに干すのにめちゃくちゃ時間かかりました。え、そうやんな。洗濯って本当にできやんくない本当にできやん。ちょっとどうし、どうしたらいいかわからんぐらい洗濯できやん。 なんかもう本当にだって洗濯はさ自分でさやるんじゃなくてさ洗濯機がやってくれるやんやから正直さまあ、洗濯機の中にさまあ、衣装入れてさ洗剤入れてってさするだけやんそれもできあんの今やばくないそれができあんのやで結構もう自分でも心配です自分がこんなにも動けないことはあるのだろうかとびっくりしております 母さん結婚して結婚してありがとうかさん結婚結婚絶対に結婚です約束です <laughs> ありがとうツボイハートありがとうツボイありがとうキヨさんだるまさんありがとうありがとう本当に動きにいトモさんたまにはそういうそういう日もあるそう本当に本当にちゃんと普段動けるのにもかかわらずなんかでも朝とかやったらわかるやんなんかさあの寝起きで もう今目をこすっておりますあの何ですか朝とかならねまあ眠すぎて動けないっていうのもすごくわかるんですけどこんな夜に動けなくなることってあるのかな本当 <laughs> に動けないあマジでびっくりしてるナイさ,さんこんばんはお風呂入ってましたナイスさんこんばんは見に来てくれてありがとう ち,なのちゃんがほんに選択ができなくて動けない今困ってる助けて本当に助けてどうしようみんなたくやだるまさんありがとう大金マン愛してますありがとう大金マンまんひなのも愛してるよ愛してるよ <laughs> ありがとうショーおつか様さまですおつか様さまに来てくれてありがとうナッツ初見んさんナッツはナッツかな見に来てくれてありがとうあなっつはナッツやったありがとう きょうさん、えー、ペンライトありがとうペンライトフリフリありがとうーえー、しょうさん使えてるのかな使えてるのかなワンチャンワンチャンありですか <laughs> ワンチャンあるよなだって本当に動けへんのいやもうびっくりしてるだってさだってさあのまあ起きてねまあ、ちょっと前に起きたんですけどそうずっとれてて起きてあの。 ちょっと洗濯したい洗濯したいと思いながら布団から出ずにいや一度ね起き上がろうと思って上半身をあのこう立ち上げたわけよいしょとでもなんかもうあの嫌だってなって <laughs> もう一回 <laughs> 布団の中にも戻った困るどうしようねなんでこんなことが起こってるんだろう本当に助けてください何が起こっているのこれは 長野さん声好き本当にありがとう野田ひなのの声好きですかうれ <laughs> しいよいち流れ星ありがとうよいちありがとうだけもちゃんとやることやらないと悪い子って言いますもう本当に本当に悪い子だよマジで動けない何でこんなに動けないのかやばくないマジで困るんやけど本当はなもう今日はなあのお昼寝しちゃったけど早く寝てちゃんと何ですか あの夜も早寝しようと思ってたわけお昼寝してまあちょっとまあ洗濯とか全部やること終わらせてもうあの夜も早寝して明日もねライブがあるのでちゃんと <laughs> 寝ようと思ってたんですけど何ですかもう動けてない本当に <laughs> 本当に動けて <laughs> 何を思ったか動けてない <laughs> しかもこんなもうんかもう溶けた状態で <laughs>。 野田まま部屋のやばいねでみんなに今これね部屋のはこの何ですかラジオやからこの部屋のこの姿を見られてないけどみんなこの姿を見たら本当に野田部屋は本当にもうダラダラしすぎだろうってぐらいダラダラしてるのやばいみんなびっくりだよ本当にちゃんと起きて行動しようとしただけでも部屋のちゃんとっても偉ないですよ本当にやっぱりやっぱり やっぱりちょっとおもろいな。えでもそうですよね。ちゃんと動こうとするしたんです。えマジで努力は努力は認めてください。努力はありました。努力はしました。なのにもかかわらず動けないので。えだ本当にみんなピアノを動けるようにちょっと説得してください。お説教してください。お説教はやだ。お説教されたらピアノ動きたくなくなっちゃう。さらに。ピアノはあのキッズなのであのお説教されたら。 さらにさらに動かなくなっちゃうの <laughs> でちょっとなんかごう動かしてください私を本当にみんな頼り <laughs> 本当に本当にだよなあいまるさんあいちゃんあいちゃん見に来てくれてありがとうこんばんはえと今日ほぼずっと一日中寝てたマジあそっか体調悪いんか大丈夫え本当にさ今部屋のもマジで動けてない本当にどうしようねどうしよう 動けたちゃんとほんと動けてないお前助けてケイさんどだぞだしすぎのひなのちゃん魅力的ですよ本当にもう本当にこんなもう,もうドロドロのダラダラのボロボロのひなのちゃん魅力的ですかありがとう <laughs> 優しいさあキッズかっこ19歳そうだよ私19歳だけどキッズとして生きていくからねひなのはそう今日もねメンバーに言ったんですけど誰に言ったかなそうルイとかにちょっと言ってたんですけど ピアノは一生赤ちゃんとして生きていくんだって言い張りましたであの面倒を見てくれるっていうのでじゃ何歳まで面倒を見てもらおうって話になってピアノは38歳まであのみんなに面倒を見てもらって赤ちゃんとして過ごして育ててもらうって言い張ったんですよ そしたらなんかもうみんなに「38歳からはちゃんと動くの?」って言われたから38歳からはもう切り替えて大人として生活するよって話をしたのだから部屋の38歳になるまでは一生赤子としてキッズとして過ごしていくつもりです <laughs> 皆さんどん引かないで素敵だよね 母さん、動かなくていいよ。本当に動きたくないどうしたらいいなでも動きたいの動きたくないけど、心の中は本当に動きたいのね。動きたいんだけど、体が動かないの。助けて、本当に。助けて。<laughs> 母さひなちゃんが行動したい時に行動すれば、ワい忘れです。幸せです。優しい優しい、本当に。本当に優しい。 マジで洗濯ができない。選 <laughs> 択ができない <laughs>。どうしよう。でも洗濯は絶対にしたい。何としてもしたいの。明日もライブあるからね。だっていい匂いじゃがいいじゃん、そんなの。嫌じゃん。さすがにちょっとね、あのー、ね、今日も動いたし、さすがに洗濯したいわけですよ。そう。 衣装です衣装を選択したいんですよなんかさ私服とかならさまたさ別の着ればいいやんってなるやんそうなんか普通にさタオルとかでもさまた別のタオルがあるからなんとかなるやん正直でも衣装は衣装は本当に1個しかないから絶対に選択しなきゃいけないわけですよ今今なうでなうで。 やっぱくにゃいハートありがとう。秋、星叩こうか。叩いて。何を星星星、星。何ですか、星は。えー、っと、今、ひなの,の毎日頑張ってるし、ライク動けるもんね。天才だから動けるもんね。そうだよ、ひなの,の天才だから。動けるはずなんだよ、本当は。本当に動けるはずなんだよ。はずなんだよ。 なんでこんなことが起こっているのかひなのもまだ分かってない。あいちゃん、ひなのちゃん、今日もかわいよ。あいちゃん、あいちゃん、今日もかわいいよ。そうだよね、ひなのちゃん。今日もかわいいから、頑張って動きたいのほんとに <laughs> 助けて <laughs> みんな、困るよ。べーちゃん、ひなのはキッズかもしれないけど、ひなののキッスが欲しいです。チュッひなのたんからのチュッキッスですね。チュ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 ,チュ。 ですね、えー、野田さんに質問で好きな子に振り向いてもらうにはどうすればいいですかえっともういっぱい好きっていう <laughs> えー、なんだろういっぱい好きっていうがんだろうななんだろうなあ本当にやっぱ好きを伝えることが私は大事だと思います愛 <laughs> よ 伝えましょうたくさんたくさんこれは返事になって言うのかな愛を <laughs> 伝えましょう成瀬さんハッタートありがとう夏しんどいけど、えー、髪乾いてベッドまで来たよしまだ今だ動いていないえらーえらー髪の毛乾かすってさマジでさあのさあのあれじゃないあの何ですかあのすごい大変じゃないのどひなのたんは あのいつも髪の毛を本当に乾かすのがすごい嫌で頑張って乾かしてるんですけど本当に乾かせないんですでもなんとかいくつも乾かしてるんですねでも現在動けないんです <laughs> 本当にだめだ「ティガバラありがとうティガありがとう母さん待って衣装だったのそうえガチやばくない衣装ょうに洗わなあかんやんマジで洗いたいんやけど本当に動けなくて」 でも部屋の今ね12時19分なので12時半までには絶対に動くってもう心にも誓ってるからちょっと本当に12時半までにはやからちょっとみんな部屋のが動けるように助けてください助けるってないねって感じやけどちょっとなんとか本当に救出求むベイ、えー、ちゃん部屋のは洗濯できないかもしれないけどあの子と部屋のどっち選ぶか選択できないいやそれはちょっとおかしいよねその選択はしなきゃいけないよね その選択はもうしなきゃいけないしひなのを選ぶしかないよねそれだよね今日 <laughs> さんどんな柔軟剤使ってるか気になりますうちの柔軟剤は何でしたっかねなんかいい匂いしてるんですよいい匂い <laughs> すごいいい匂いなんです本当に今あの柔軟剤を見に行こうかと思ったんですけどそれもちょっと待って動けないえっとな何でしたっけねなんかね 何か白白くて青い小鼻がいっぱいついてるみたいなよくあるやつかなでもすっごい匂いやと思うであれめっちゃ好きなのあのにいあの実家からずっとあの柔軟剤を使ってるんですけどすごいいい匂いなので本当におすすめです衣装なら急がないとじゃないあのなあの衣装な今の衣装はなんとなんとすごい乾きやすい素材なんですねありがたいことになので、まあ、あのまだ一応間に合うんですよ <laughs> 衣装はクリーニング屋さんん出してるじゃなないのえなんかさ前の衣装まではなあのうちら自分で衣装持ってくるとか何もなかったんやけど今回の衣装からあのもう持ってきてください自分で管理してくださいって言われたのだから毎日衣装とあの靴をねあの本当にもう登山家みたいなねぐらいの荷物を持ちながら大荷物でライブに向かっているナ <laughs> ーせさんハートありがとう あきお尻あお尻もそうだ。お尻を叩いてなんか動かせるみたいなやつあるよね。本当に本当に良けない。もう助けてもうた叩いてください。みんなの田ひなのを助けてください。ともさ今ベッドから動いた。偉、えー、い動いたの偉いよ。本当に偉いちゃんと動けて偉い。あの動けないのにみんなが動けててちょっとなんかもう。自分が自分が本当に。本当に社会に適合できてない気がする。だめだ。えー 川さんバラありがとう。好きです。あ好きって言った。えらいね。部屋のも好きだよ。かわさん。ありがとうね。大いきんファイトファイトありがとう。いや本当にファイトでマジであと部のはもう9分以内には絶対に動くよ。9分に9分9分以内には絶対に動くよ。え本当に9分以内には動くからでも9分以内やからみんな部屋のが早く動けるようにちょっと本当にもうもうもうが頑張れって言ってみんな。 ざっとメ聞いて伝えすぎるのもかえって言葉が薄くならないかなうざくないかなって考えてしまいます。うんでもなんかうんひなのは嬉しいと思う。うざいとは思わんかな。可愛いなーみたいなひなのこと好きなんやなーってひなのは思うタイプ。うんでもやっぱり本当にあのなんだろう愛を伝えることが一番だと野田ひなのたんは思います。 えあの好きな子ってあるやろ推しやろ推しの子やろあガチ好きな子ガチ好きな子なんかさどっちかにもよらんでも <laughs> だけど部屋のしか見てなかったのにお洗濯ができないとあお洗濯ができない部屋のはもうダメなんだお洗濯ができない部屋のちゃんはもうみんなに愛してもらえないんだ <laughs> 本当ほんにめ <laughs> っちゃおもろいヒスヒスヒステリックオ ヒステリコンだ。受 <laughs> ける。ちょっと本当に本当にもうダメ、助けて。グラン、9分以内にコードできたら褒めてあげます。本当にグランが褒めてくれることは本当に本当にあんまりあんまりというかほぼないので、ちょっとこれは動きたいね。これは頑張りたい気持ち。えー、っと、きょさん、ワイは逆にじっとできない、おとなしくできない人なので、どうしたらいいですかもうじゃあ、それは、矢野ちゃんのために選択を。 <laughs> してください <laughs> 本当に平野ちゃんはもう動けない人なので部屋の,のちゃんが動けない分動いてください <laughs> 助けて野田さんのシャーする方で正解ですあ正解えそれやったらでもやっぱマジでいっぱい好きっていうとか本当にもうなんだろう愛を伝えることが一番じゃないですかそうあの推しはね しといいとうかアイドル顔はマジであの好きとかもうなんかあのいっぱい褒めてもらえたりとかあのそのねあのコメントとか DM とかねなんかそういう配信見に来てくれたりとか会いに来てくれたりとかそういうのでめっちゃくちゃ嬉しいから本当に愛を感じると思うんでたくさん愛を伝えたらいいと思いますひなのたんはそう思います ピンクカメラさんこんばんは見に来てくれてありがとうシンさんファイトありがとう本当に頑張って動くよ本当に頑張るよあやかハートありがとうピンクカメラさんくまちゃんありがとう成瀬さんかわいいありがとうみんなありがとうやばいやばいやばいあと6分あと6分あと6分までひなの絶対に動く絶対に動きます本当に絶対に動くからちょっとマジでえじゃあさひなのが動いたらみんな褒めてくれるひなのが動いて今から選択を回したらみんなが あのどれれだけ褒めてくれる <laughs> 本当に自分で勝手に動くやった感じでしかないんですけどあの本当に動けないのであのみんなが甘やかしてくれなきゃ生きれない助けたい助かった <laughs> 本当に普段はこんななんかもうボロボロな動けないできないみたいな感じでなくてちゃんと洗濯もして。 ちゃんとちゃんと生きてるんですよ。ちゃんと毎日あの生活して生きているんですよ。私も本当は今日だけなんです。こんなに動けないのは考えられないぐらい動けないのは本当に今日だけなので、ちょっと許してください。<laughs> 本当に本当に <laughs> 本当,に本当に貴重なご意見ありがとうございます。本当にもうたくさん愛を伝えてあげましょう。 大事ですやっぱ愛はね人を幸せにしますで今,今すぐに動いた超褒める超褒める超褒めるそれはいいなそれは最高だなそれならいいね超褒めるいいねいてっ頭になんか落ちてきた何びっくりした人形が落ちてきました私のこのベッドの上になんかこの何ですかこれはこのなんかのさ あのお人形が置けたりさあの充電がさせたりみたいなするさなんかベッドの上のやつがさありましてねベッドになんかあの何か物を置けるスペースというかがついてるんですねそこにねあの,あのファンの方から頂い,いたお人形たちを飾っているんですけどそれが頭の上に落下ししてきましたお人形なので「えた!」とはならなかったんですけど。 わーお、おって感じでしたね <laughs>。本当にえー、今朝そういえば伝えるの忘れてて。今頃ですが、音大さんとね。もし相性が良くて安心して見れました本当に良かった。そう、すごいね。あの優しかったです。ありがたいそう。あのスタッフさんにもめっちゃくちゃ MC 褒めてもらえてありがたいです。本当に母さん伝えます。大事です。伝えましょう。たくさん愛を伝えましょう。 もいいいうほんとにいやガチでもうじゃあ今平のじゃあ29分に動こうそうしたら30分まで <laughs> 本当に最悪やのって30分までに動いたことにもなるしちゃんとあのなんですかあのそうですねうん本当にさじゃあ30分までに動いたらとか言ってさ29分に動きますとかさすっごい嫌じゃないすっごいなんか <laughs> すっごいギリギリ攻めていく感じがするんですけど。 だって30分までにさ動いたらみんな褒めてくれるとかさいいことあるよって言ったわけやんそれで30分に動いたらちょっとなんかアウトってな,んかなるかもしれないので29分に動きますでもそれまではもう私動かないでも29分になったそうしようもうそうしたらもう私も頑張れる気がするなので皆さんこの後のコメントや DM を楽しみにしてますね部屋のが動いたあとみんなどうやって褒めてくれるのかな楽しみだな 1>, <laughs> 1時29分ですちゃうわ <laughs> あと1分あと1分どうしようどうしようどうしようあー動きたくないいやでも頑張ろうみんなが褒めてくれるって言ったしあのもう本当にねあの頑張るので29分になったら動きますで待ってじゃあさちょっとさもうランキング読んでいこうそしたらあの30分こ30分超えたらみんなにあのちょっと超えて超えたって言われたら嫌やから <laughs> はいランキング読みます えーっときます13位中心さんありがとうございます12位ガリちゃんありがとうございます11位スーさんありがとうございます10いタクヤありがとうございます9位猫3匹とジョンさんありがとうございます8位あやかありがとうございます7い坪井ありがとうございます6位情報技術研さんありがとうございます おいゆういちありがとうございます4位しんさんありがとうございます3位かばさんありがとうございます2位ダイキンマンありがとうございますそして1いなるさんありがとうございます皆さん見に来てくれてありがとうございましたちょ待ってもう292929 29 29はいガチで動ごくわガチで動くガチで動く,ガチで動くから本当に皆さん見てくれてありがとうございました本当にありがとうねほもうちゃんと布団から動く動きます ということで皆さんありがとうございました。明日もライブがあるのでよかったら会いに来てください。もう今から本当にちゃんと私は洗濯をします。今、ちゃんと29分です。素晴らしい。ということで、バイバーイ。頑張ります。動くよー。褒めてね。絶対褒めてないよ。みんな後で褒めてね。